こんにちは、コッコです。5億年ぶりの動画なんですけど、部屋のね、模様替えをしました。こっちの窓際に机を移動して、ガジュマルさんとゴムの木、フランスゴムの木をね導入して、部屋を植物園みたいにしようと思って。最近もうなんか5月病が4月から始まったみたいな、もうなんかずっとやる気がなくて、本当になんか無気力廃人みたいな感じで、なんかね、寝てたとしか言いようがない日々を送ってました。でタバコを久々に買ったので、今日はキャメルのナチュラルを紹介したいと思います。これ結構いろんな人に吸いましたみたいな言われてたんで買ってみました。あとはそのチェのブラメンと、あとヒータバコ、ハイタバコのダークファイヤーを買った。キャメルはね 25g で750円でした。ちょっとやっぱ年々高くなってますよね。うすうす気づいてたけど、キャメルはね、紙がついてるからいいんですよ。くっついてないんだけど、2枚つながりの2列の100枚セロファニング、この紙入ってるからいいですよね。紙目当てでね買うのもあり、チェもそうだけど、チェの紙変わったんですよね最近。いいよ、キャメルはジップついてるからめっちゃいい。なんかあのキャメルオリジナルまだあるんですけど、で、どこ消えた、あった。オリジナルと比べつつ吸ったら分かりやすいかな。最近吸ってないから忘れちゃった。匂いはあんまり変わんない変わんないですけど、ローのスリムフィルターとこのついてた紙で巻いてみたいと思います。久々すぎてなんかめっちゃ緊張するんだけど、今いい感じに加湿具合なんで、キャメルはね特に加湿とかしなくてもいい感じなんですよ。手巻き初心者とかの人にはおすすめ。ついでにオリジナルも巻いて吸い比べしてみようかな。忘れた。ナチュラルは何が違うんだろう、ちょっと分かんないけど、ナチュラルを壊してみたいと。普通にうまいうまいというか吸いやすい。あれ、オリジナルと何が違うんだろう。ちょっとオリジナルより薄いのかな、ナチュラルなのかな。あれ、ナチュラルって何が違うんだろう、ちょっと調べる。うまいうまい、普通にめっちゃうまい。なんか癖がない、癖がないのかな。なんだろう、
黄色が香るブレンド。え、これ何が違うんだろう。ちょっと、え、でもめっちゃ吸いやすい。オリジナル吸ってみます。オリジナルの方がきつい、明らかにきついっていうか強い。あと喉にくる感じもある。吸い応えとしてはオリジナルうめえって。なんか前のもう一個あったじゃないですか、薄いやつ、ライト、ライトと比べてやっぱオリジナルうめえってなったんですけど、ナチュラル吸いやすい、ちょうどいい。私はナチュラルの方が好きかもしらん。オリジナルはなんかしっかりした強さがあるんですよね。でちゃんとなんて、えぐみまでいかないんだけど、両方吸ってると分かんなくなってきた。似てる、でも似てるんですけど、ナチュラルの方が明らかに吸いやすい。ちょっときつい感じ比べると。強めがいい人はオリジナルで、ナチュラルはめっちゃ吸いやすい。こう吸うとオリジナルなんか喉にくる。ナチュラル特にね、何の問題もない。なんか尖った特徴がなくて、うまい。私ナチュラル好きだわ。なんかタバコ葉の香りを楽しめるし、なんかまろやか、マイルドできつくないナチュラル。吸いたい人とか、あとは肺に入れないで吸う人は、こっちの方が香りは強いから、オリジナルの方が。だからそんなに肺に入れない人とか、香りを楽しみたい人とか、なんかピース吸うみたいな人はオリジナルの方が香りも強いけど、肺に入れて吸うんだったらナチュラルぐらいで全然いい。ライトはちょっとね、軽すぎるんですよ。で、なんか紙巻きタバコっぽい味がするんですけど、ナチュラルはなんか絶妙な、ちょうどいい、ライトとオリジナルの間でまろやかで吸いやすいみたいな。タバコをしゃぐ吸ったことないんですけど、何がいいですかねみたいな人にはおすすめ、キャメルナチュラルだわ。毎回おすすめ変わってる気がする。これは万人受けっていうか、なんか優秀、美味しい、ナチュラルだし、なんか普通にただただタバコ吸いたいって時はね、これいいかもしれない。ローとかだとね、美味しいけど結構加湿したりしないといけないんだけど、これはなんか加湿加減もいい感じで、辛みとか全然ないですね。で、紙もついてるし、ジップロックっていうかついてるから、めっちゃいい。おすすめです。これうまいわ。終わり。